はい、皆さんこんにちは。今回はうちのスナネズミたちのお家であるパンテオン603号についての使用感をね、いいところ悪いところいくつか挙げていきたいと思います。内寸や外寸は以下のようになっています。もし新しいケージを今探していて、このパンテオン603号が候補に上がってきた方は、よければ参考にしてみてください。まずはいいところから挙げていこうと思います。1つ目は、扉が前開きである点です。扉が前開きだと飼っている子たちと触れ合いやすいですよね。2つ目のいいところは、ケージ用の素材が全てガラスであるところです。プラスチックではないので、飼っている子たちが引っかいたりしても傷がつかず、写真などをきれいに撮ることができます。3つ目のポイントは、飼っている子たちが運転や脱走などをしない点ですね。この扉もガラスになっているので、まずね、飼っている子たちが自分で開けて脱走することはできません。で、上はこのメッシュ状のものになっています。そんなに網目も大きくないので、飼っている子たちがぶら下がったりね、することもできなくなっています。4つ目のポイントは、掃除がまあまあしやすいところですね。掃除をするには、この上の部分のメッシュ部分をまず外して、あと前についている扉を2つ外します。割れないように注意しますね。そして上部と前の扉を外した状態で、ね、僕はこんな感じでこうパッパと掃除をしています。その他のいいところとしては、僕はこの見た目がね、結構気に入っています。丸みを帯びたルーミーとかと違って、パンテオンは四角いのでね、結構ワイルドな感じの見た目になっていると思います。あと横の部分ですね、この部分だったり側面の部分は別売りの、サイドワイヤーに変えたりもできるみたいですね。なので、そのワイヤーの部分に回し車を取り付けたり、することもできるみたいです。ちなみにこの塩の部分は僕が、買ってね、ダイソーで買ったやつを貼り付けただけです。はい、ではまず悪かったね、ポイント一つ目なんですけど、これ一番やばいなと思ってて、この扉とこっちの扉が揺れることでぶつかって音がします。試しにこう揺らしてみると、こんな感じで聞こえますかね。こんな感じでカタカタ音がするんですよ。これそばをね、これケージのそばをちょっと歩いたりするだけでこういうカタカタする音が鳴るので、初めすごい困りましたね。どうにかしてこの音なくさないとなと思って、でなんとかこう見つけたのが、こういうダイソーとかで売ってるこのシールですかね、ちょっと厚みのあるシールを、ここに扉と扉の間に挟むことで揺らしても音が鳴らなくなりました。僕は中古で買ったからなのかわかんないんですけど、多分新品とかでもなるんじゃないかなと思いますね。なんでこういう厚みのあるのをね、もし買って困った人がいたら貼ってみてください。2つ目のちょっと困ったポイントとしては、このレール部分が、スナネズミたちに、ね、こうかじられてしまったことですね。見てもらうと分かるんですけど、本当はこれずっとこっちの端までこう繋がってたんですけど、
この部分全部かじられてしまってなくなっちゃいました。ここの部分もちょっとかじられてますし、ちょっとまあどのゲージでもかじられるってことはかじられることはあるとは思うんですけど、ちょっとこれはどうなのかなってちょっと思ったりしましたね。これはちょっと気になる人には気になるポイントなんじゃないかなと思います。3つ目の困ったポイントとしては、このレールのね部分が写真やねビデオ撮ったりするとちょっと邪魔になってくるところですね。下からのアングルを撮りたい時なんかはちょっとねちょっとこう重なっちゃったりして邪魔になったりするんですよね。ここは本当に私的な部分なんですけど、ちょっとない方がいいなって思った部分ですね。扉が横に開くスライド式なので、まあ、こういうレール部分があるのは仕方ないことなんですけど、ない方がいいなとは思いました。4つ目はまたレールに関してなんですけど、このレールの3の部分にね3の部分に砂浴び用の砂なんかが入ってしまうと、この扉をスライドするときにめっちゃ、まあ今も少し音は鳴ってるんですけど、もっと砂があるのでジャリジャリジャリって音がしてしまいます。そうすると飼ってる子たちがねちょっとびっくりしちゃったりするんで、これも扉がスライド式であることのね弊害といいますか、まあそういったところになると思います。あとは少し重いので約10キロあるみたいなので、ケージを持ち運んで移動するっていうのは少し難しいかもしれません。はい、という感じでパンテオン603号のねいいところ悪いところをいくつか挙げさせていただきました。結構悪いところもねあるんじゃないかなって思いますけど、実際ね飼っている子たちが怪我をしたり死んじゃったりしたようなねことは全然ないので、使う分には全く問題のないケージだと思います。広さも結構ありますし、見た目もかっこいいので僕はそれなりにおすすめするケージです。ここまでご視聴してくださって本当にありがとうございました。チャンネル登録していただけると今後の励みになりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。